お届けに来ました。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと、わざわざ、すいません。大したもんじゃないですけど。どうも、茨城出身お笑い芸人、スイッターの吸い込む鈴木でございます。今回はですね、このコロナの影響の中でもね、頑張っていただいている、医療従事者さんたちに、少しでもね、なんか応援できないかということで、まあ、本当に、寿司ダイニング、ジャノメさんをはじめ、ご協力いただいた皆様とこういうお話になりまして、なんとか僕らなりの応援という形でやらさせていただきました。すいません。はい。あ、お届けに来ました。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと、わざわざ、すいません。大したもんじゃないですけど。いや、大丈夫。今頑張ってますからね。今本当にコロナウイルスで、大変だということで、こういう企画をしてますっていう話を聞きまして、応募させていただきました。そしたら本当ですね、駅南のジャノメ寿司さんの方でですね、こういうお弁当ですか、届けていただいて大変嬉しく思います。コロナでちょっと暗いニュースばかしありますから、その中でちょっと明るい、ちょっとで、イベントっていうか企画をしたいなと思ってちょっとやらせていただきました。なんかやっぱり気持ちよく受け取ってくれて、やっぱりこっち作る方もなんか幸せな気分になりました。ですね、お弁当とか届けていただきまして、その方からですね、私のところにその連絡が、本当に嬉しかったです、ありがとうございますっていうのを連絡いただきまして、本当にこちらが元気になりました。本当にやってよかったなと心から思っております。本当にご協力してくださった、3店舗の皆様、また、頼んでくださった皆様、本当にありがとうございました。また今後とも盛り上がりを頑張りますのでよろしくお願いします。本当に微力ですけどね、こうやって少しでも応援できてよかったと思います。まだまだこの大変な時期は続くと思いますがね、ぜひ皆さんね、地元愛、そして、茨城愛ということで、なんとか乗り越えて頑張りたいと思います。僕らもね、これからも僕らにしかできないこと、そして僕らにもやれることを続けていきたいと思います。お届けに来ました。あ、すいません、ありがとうございます。